皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。プロジェクトゾンボイド、実況始めます。テレビ問題が解決した前回。これで兄貴も立派な行部正隆お庭になったんやなって。不安しかない。もう書き込みの心配もないし、勝ったな、風呂入ってくるわ。お互いに電力水道のインフラ問題も解決。農業も初めて拠点も形になってきたし、こっからが本当のサバイバルやな。お、兄貴ちゃんと無事におんのな。それでは今回もサバイバル生活頑張っていきまっしょい。50日目のご主人様、兄貴のけじめはついたけどまだちょっぴり不安なの。だから一応屋上はチェックしとかんとな。いいじゃない。ニキネキの姿ナッシング。拠点たるもの格ありだし、お野菜も順調に育ってるみたいで何より、ニキネキが汚い足で踏んじまったからおじゃが行きますが台無しになったのは許さん。今日のお仕事は前の日の続きね。新しい島の物を根こそぎ拠点に持ち帰るの。ガレージはもう全部見ちまったから今日はお家の方な。まあ目的は飯やな。お野菜が収穫できるまではスカベンジした飯で食いつながないといけないのよね。この島はコンポタのおじきが封鎖して安全だからゆっくりと漁れるのよ。大手物は赤ぬもん。最初のお家は空っけつ。ここは発電基本探しの時に先に漁ってたんだっけ。まあいいか。2軒目のお家にはパスタとお米。お米は大事。噛めばもうございます。そろそろ体重も80切りそうだしデブ活の時期が近づいてきてるご主人様。炭水化物はデブへの道しるべだからこれはいただいておくのよ。3軒目のお宅には缶詰3つ。しけてんな。最後のお家は缶詰2つに調味料少々。こっちもしけてんな。思ったほど食料なかったのな。食料以外もめぼしい物はナッシング。ちょっとこの島でのしのぎはきっつい結果に終わっちまった。まあ島はもう一個あるでな。拠点のお隣のアパートも安全化してんのよね。大工主要でデストロイしてた時にちょっと見ただけでまだ手はつけてないの。こっちの飯も全部拠点にいただくのよ。こっちの島にはまだ結構缶詰が残ってたのよ。やん。あとは近所の清流ね。お菓子は根こそぎいただいてきたけどデブ活用の飯はまだ残っとるでな。あれも全部拠点に備蓄しておきたいのよ。パスタにお豆さん。いいね。どいつもこいつもご主人様をふくよかボデイに誘って嫌がるのよ。誘ってるのかい？まったく卑しいお豆さんなのよ。小麦粉にお砂糖、炭水化物に糖分とタンパク質、デブカツサンバガラスのお出ましだ。そのままむさぼり食らうもよし、意識高いお料理にするもよしやな。いや大量大量、清流の物はこれでほとんどいただいちまったのよ。早速見つけてきたスープで夜ご飯。うまい、もう一杯。見つけてきたパスタもぶち込んだ豪華仕様。味付けはお塩だけ。翔平大谷風やな。これで収穫までは食いつなげるでしょ。もし備蓄なくなってもご近所さん行けばまだまだ缶詰あるでな。しばらく食料探すのは必要なくなった雰囲気。51日目は私、2日ほど拠点にこもってしまっていたので今日は外出です。まあ先日は穴用の目処がつきましたので、実は今差し当たって探しに行く必要がある物はないんですけどね。ただボックストラップでのウサギ漁では新鮮の野菜が餌に必要なので、収穫まではお預けです。それまでの間も釣りで魚を取れば食いつなぐことは十分できます。とはいえもう少し食卓に彩りが欲しいのも正直なところ、ですので近くの住宅地で缶詰その他の食品を漁ってきましょう。どうせお客様が多数お待ちかねでしょうから槍のレベルアップにもなりますしね。ほらやっぱり、少し日を空けるとすぐこうなっちゃうんですよね。今日はこの先6軒程度の家を漁れば十分ですから、まずはそこまでのお客様にお帰り願いましょう。さっくりとスカベンジ完了。この辺りは発電基本探しですでにスカベンジ済みの場所ですが、
食料は最低限しか持っていかなかったのでまだまだ十分残っていましたね。当分の間食いつなぐには十分な量が確保できました。では拠点に戻りましょう。午後は拠点の周りで茂みを刈って過ごします。時間のある時に槍の材料である木の枝を収集するためです。槍はとにかく壊れやすい消耗品なので材料はいくらあっても足りません。夕飯までにできるだけ集めておきましょう。夕方釣った魚で焼き魚定食の晩ご飯。最近ずっとこればかり食べてますね私。魚はカロリー的に優れた飯ですから、まだ体重不足のデバフが消えない私には欠かせないんですよね。今日仕入れたお野菜などと合わせてもっといろいろなお料理も試したいですね。ということでインスタント麺をぶち込んでフィッシュチャンプルーとしゃれ込みました。うまし。就寝前に一つスキルアップを済ませます。ここ最近対応したお客様からデジタル腕時計多数をかつ上げておきました。これを全て分解します。カメラやトランシーバーも同様です。これら電子製品を分解することで電気技師の経験値を得ることができます。電気技師1のスキル本はすでに読破済みです。全ての電子製品を分解しましたが、電気技師レベル1にはまだ届きませんね。ですがレベル1に必要な経験値はあとわずかです。これなら分解の際にゲットした電子部品を使って、発電機の修理をすれば稼げるかもしれません。発電機は稼働していると徐々に状態が悪くなり、50% を切ると爆発炎上する恐れがあります。そろそろ 60% になりそうで修理が必要だったのでちょうど良かったです。電気技師がレベル1になりました。先日 VHS を見て車両整備もレベル2になりました。これで鍵がない車でもバッテリー直結でエンジンをかけることができるようになりました。格段に車の調達が楽になりますね。実に結構、そろそろまた別の車を探しに行ってもいいですね。動く車は何台あってもいいものです。次の日に使う槍を製作して本日は終了。そろそろガソリンの備蓄が少なくなってきましたので、明日はスカベンジがテラガソスタにでも行きましょうかね。52日目ご主人様、昨日ちょろまかしたブツでご機嫌な朝飯を決めていざ出発。今日の目的地はすぐそこね。ぶっちゃけ歩いて行ってもそんなに時間はかからない。でも車で行くのはわけがあるんやで。OK、到着ね。今日の獲物はこちらの警察署。散々アラーム鳴らしやがった札へのお礼参りやな。なんて理由じゃなくてな、札ならさぞええ武器持ってるやろな。ってことで武器を漁りに来たのよ。獲物はどんだけあってもええでな。休憩用の椅子を置いたらまずは周辺をきれいきれい、息切れ起こさないように立ち回るのよ。さすが警察署、ポリが行散おりよるで。おら全員まとめてこいや。思ったよりポリが少なくて一安心。結構前この辺にたくさんニキネキ捨ててきたけどもう散っちまったのな。けど園芸用クワが折れちまった。両手武器の替えはないからしばらくは特殊警棒が獲物やな。では突撃隣のポリボックス、中庭に複数のポリを確認済み。いました。まずはポリ全員縛いて安全確保が優先なのよ。お、このニキモシや、地味どっかであったよね。軍用バックパック来たー。以前この辺でニキネキ捨ててきた時にアリスバックもトイ軍用バックパックニキがおったでな。その時固く再会を誓い合ったニキがこいつな。他のニキたちがどっか行ってもギリがたくご主人様を待っててくれたのね。サンクスな。これでスカベンジがさらにはかどっちまうのよ。ええやん。次はポリボックスの中に潜伏するニキネキをクリアリング。その後はお楽しみの時間なのよ。ここよ、ここ。硬い扉に守られたロッカールーム。はい、高田ー。札の味と言うたら当然これですがな。ペストルにライフルにショッパン、そして弾薬とアタッチメント。やっぱアポカリプス言うたら茶化やがな。ゾンビ言うたら弾きやがな。警察署見かけた時からいつか全部がめてやろうと決めてたのよね。当然全部いただきます。ごっちゃんです。ロッカーの中のブツは全ていただいた。ついでにこのガンロッカーももらってくのよ。やっぱ茶化保管するならガンロッカーでねえとな。こいつを拠点に置けばヤサがさらに意識高くなってしまうのよ。OK、今まで見つけたのも含めて茶化全部ロッカーにぶち込んだの。ではご解答、いいね。ショッパンはシングルバレルが4丁、ダブルバレルが1丁、それにライフルが2丁。
弾はライフル用が7箱にショットガンシェルが5箱。ピストルは M9 が10丁、M1911 が1丁、マグナム1丁、弾は M94 の 9mm 弾が12箱。正直弾薬は思ったほどゲットできなかった雰囲気。調子に乗ってぶっ破するとすぐなくなっちまうようなのよ。使いどころはちょっと考えんとな。けどあれな、銃があるってのは安心を買うってことなのよね。銃のある豊かな暮らし、意識高いな。NRA のニキたちなら今のご主人様の気持ちをわかってくれるのよ。銃がニキネキをぶっ破するんじゃないの。ご主人様がニキネキをぶっ破するんやで。知らんがな。お、やってる。銃なんか集めて何をする気なんですかね。別に何も企んでないよ。ご主人様嘘つかない。まあ銃の扱いは慎重にしてください。先日誤射して私ひどい目に遭いましたから。一発だけなら誤射かもしれない。だから誤射つってんだろ別れよ。すまぬす。でも水道電気が復活して農業を始めて、これでやっといろいろお好きにサバイブできるようになった雰囲気。そうですね。ただ収穫を待つだけというのもなんですし、私もそろそろ何か始めましょうかね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。